バッグバーム、ハチオンスカンバッグバームは、乳牛のチブに生じる、搾乳後の炎症を軽減するために1899年に開発された難航である。バッグバームは公式には動物にのみ有効であり、米国では農業用医薬品としてアメリカ食品医薬品局が監査を行っているが、しばしば人の皮膚炎治療にも使用され、ドラッグストア、スキー場、裁縫店等に加え、 オンライン販売が行われている。効能としては、感染、乾燥皮膚、指先のひび割れ、やけど、ニキビ、おむつかぶれ、日焼け、床ずれ、放射線によるやけどのほか、ベッド用バネのきしみ音、ライフル銃、馬の鞍、薬莢の手入れなどにも使用される。バックバームは、バーモント州、リンドンビル及び、ケベック州、ロックアイランドのデアリーアソシエーション社で、 製造されている。蓋に牛とクローバーが描かれた特徴的な緑色の四角形の重音スカンで有名である。1899年以来100年以上製造が続けられている。20世紀になる少し前にバーモント州ウェルズリバーで薬局を経営していたジョン・エル・ノリスが処方を購入した。当初は牛のチブサの炎症治療用としてのみ治療されていたが、 農夫の妻が夫の手が柔らかくなっていることに気づき、自らも使用を開始した。類似製品にアダリースムースアダークリームやアダーバーム等がある。1983年の CBS の番組で、チャールズ・クラートが年間40万箱出荷されていると、レポートしているが、より最近の販売数量は公表されていない。バックバームは、リチャード・ワード少々が、 北極体験時に携帯しており、第二次世界大戦では、兵器の錆止めとして使用された。アメリカ同時多発テロ事件後の救助活動では、救助犬の足の保護クリームとして使われ、イラク戦争やアフガニスタン戦争でも使用されている。バックバームは、機材がワセリン及びラノリンであり、0.3%、8、キノりのウル硫酸塩が添加されている。 過去においては0.005%の水銀が使用されていた。水銀は以前は多くの製品において防腐剤として使用されていたが、現在では水銀の毒性が広く知られるようになったため、ほとんど使用されていない。バックバームの内容物に水銀は現在記載されていない。ありがとうございます。